The Pains of Being Pure at Heart はアメリカニューヨーク出身のインディーバンド。2007年に結成され、2019年に解散した。ライブで演奏するバンド2007年、ニューヨークのブルックリンで結成される。バンド名は、キップバーマンの友達が書いた未出版の子供用の本のタイトルから取られている。結成メンバーの4人は、ロケットシップジ・エクスプローディング・ハーツ・ ティーンエイジファンクラブ、ラモーンズ、ヨラテン語、マイ・ブラッティ、バレンタインなどのノイズ系のポップミュージックが好きな友達同士で一緒に家で音楽を聴いたりライブを見に行く仲だった。初めてのライブは2007年3月のペギーワンの誕生日パーティーでドラムマシームを使って演奏した。その数ヶ月後に切符のルームメイトのカート・フェルドマンがドラマーとして加入した。 同年 EP を自主リリースし、スランバーランドレコードからの2008年のシングル Everything With You でアンダーグラウンドの人気を得るようになる。2009年、ファーストアルバム The Pains of Being Pure At Heart をスランバーランドレコードからリリース。アルバムはビルボードのヒートシーカーズチャートの9位を記録した。音楽メディアの年間ベストアルバムのリストでは NME で15位。 ピッチフォークで19位となった。2011年、セカンドアルバム、ビロングをリリース。2014年、サードアルバム、デイズ・オブ・アバンダンをリリース。2017年、ホースアルバム、ジー・エコー・オブ・プレジャーをリリース。2019年11月4日、公式インスタグラム上で、キップ・バーマンがバンドの解散を発表した。メンバー元メンバースタジオアルバム EP。 ありがとうございます。